はい、ピコと申します。よろしくお願いいたします。この動画は私が好きな科学者の人生や業績などを紹介する動画になっております。科学者シリーズ第39回目は、激動のフランスを生き抜いた悪魔を降臨させた科学者であるピエール・シモン・ラプラスについてです。それでは早速始めていきましょう。1789年7月14日から1795年8月22日にかけて起こったフランス革命はですね、科学者にも大きな影響を与えたんですよ。それでフランス革命が起きたことにより、最終的にギロチンで処刑された科学者としては、第28回目ではラボアジエを紹介しました。さらにフランス革命によって処刑はされなかったんですけれども、自分を助けてくれたラボアジエや教え子であるマリー・アントワネットの死について、生涯悩み続けた科学者としては第29回目ではラグランジュを紹介しました。今回はそんなラボアジエやラグランジュと同じ時代を生きて激動のフランスを生き抜いた悪魔を降臨させた科学者であるピエール・シモン・ラプラスを紹介したいと思います。ピエール・シモン・ラプラスはフランス出身の数学者で物理学者で天文学者になります。1749年3月23日生まれで、1827年3月5日の77歳の時に亡くなりました。それではまずはラプラスの業績についてお話ししていこうと思います。ラプラスはですね、ラプラス変換、ラプラス演算子、ラプラス方程式、天体力学など多くの業績を残しているんですけれども、今回はですね、ラプラスの悪魔を紹介したいと思います。それでラプラスはですね、これから起きる現象はこれまで起きたことに関係するっていうふうに考えて、1812年に発表した確率の解析的理論の中でですね、もしもある瞬間における全ての物質の力学的状態と力を知ることができ、かつもしもそれらのデータを解析できるだけの能力の知性が存在するとすれば、この知性にとっては不確実なことは何もなくなり、その目には未来もすべて見えているであろうっていうふうに言っているんですよ。この中でラプラスは知性っていう言葉を使っているんですけれども、後にですね、エミール・デューボア・レーモンっていう人がこの知性をですね、ラプラスの霊っていうふうに呼ぶんですね。でその後これがですね、今度はラプラスの悪魔っていう名前になっていくんですよ。ラプラスはですね、7歳から16歳までベネディクト会の修道院学校に通っていたんですよ。それで父親は教会でキャリアを積むっていうことを期待していたんですね。で、16歳の時に神学を学ぶために関大学に入学します。で、ラプラスはですね、そこで数学の才能を開花させたため、学位を取得せずに関大学を退学してしまうんですよ。で、その後は19歳でパリに行くんですけれども、関大学の教師からジャン・ダランベールへの紹介状を書いてもらうんですよ。ダランベールはですね、ラプラスの数学的研究を指導してあげて、さらにですね、パリで生活するために十分なお金を稼ぐことができる地位を見つけてあげるんですね。そしてラプラスはエコール・ミリテールの数学の教授に任命されるんですよ。その後、ラプラスはですね、パリ科学アカデミーに2年連続で落選してしまうんですよ。で、このことで師匠であるダランベールは、当時ベルリン科学アカデミーにいた第29回で紹介したラグランジュにですね、1773年1月1日にラプラスをベルリンの科学アカデミーに選出できないかっていう手紙を送るんですね。
しかしラグランジュの返信が来るよりも前の1773年3月31日にですね、パリ科学アカデミーの副会員に選出されるんですよ。でちなみにラプラスは自分の能力とか功績については全く謙虚ではなかったんですね。なので同僚との関係性はですね、あまりよろしくはなかったんですよ。しかし全ての科学に関する幅広い知識を持っていたことでアカデミーではですね、強い発言力があったんですよ。1784年には王立砲兵隊の審査官に任命されるんですよ。それで1785年に当時16歳のナポレオン・ボナパルトを審査して、そして合格させます。で同じ年の1785年にはパリ科学アカデミーの上級職に昇進するんですね。でこの2年後にはラグランジュがパリ科学アカデミーに選出されてパリに来ることになります。それと1788年5月15日にはマリーという女性と結婚するんですけれども、ラプラスはですね当時39歳、妻であるマリーはですね当時19歳で、2人の間には2人の子供ができます。1790年5月にはですね度量法を標準化する委員会のメンバーになってメートル法に取り組んで、そして十進法を提唱するんですね。しかし1793年からフランス革命が始まって、ラプラス、ラボアジエ、ジャン・シャルル・ド・ボルタ、シャルル・ド・クーロンは委員会から外されてしまうんですよ。でその頃のラプラスはフランス革命前には妻と2人の子供と共にパリは離れていたんですね。でパリの南東50キロのところに住んでいて、1794年までパリには戻らなかったんですよ。1795年にはラグランジュとラプラスを創設メンバーの数学者としてエコール・ノルマルが設立されるんですよ。で1799年にはナポレオンの下で元老院の議員として働くんですけれども、内務大臣の職をですねわずか6週間で解任されてしまいます。で1806年には伯爵に任命されます。その後1814年にはブルボン君主制の復活を支持して上院でナポレオンに反対票を投じるんですね。でこれがきっかけでパリを離れることになるんですけれども、その後もブルボン君主制の支持者であり続けたんで政界からは嫌われてしまうんですよ。でその後王政復古後はルイ18世の下で貴族院議員になります。ラプラスはですね数学や科学で多くの業績を残しつつも、ナポレオンの審査に関わったりと政治面でも活躍したんですね。フランス革命からナポレオンの政権下、そして王政復興した不安定な時代を生き抜いたんですよ。ラボアジエ、ラグランジュ、ラプラスはフランス革命に翻弄されつつも、その中で素晴らしい業績を残してくれた稀有な存在だと私は思います。今回は激動のフランスを生き抜いた悪魔を降臨させた科学者であるピエール・シモン・ラプラスを紹介しました。この動画で少しでもラプラスについて興味を持っていただけたのなら嬉しく思います。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。